コーポラルはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はコイカの淡水魚フォールフィッシュの別名、コーポラルにちなんで命名された。フォールフィッシュコーポラルは1944年4月27日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1945年6月10日に H.C. ウィック夫人によって命名。 浸水し、1945年11月9日に、艦長、E. シェルビー・中佐の指揮下収役する。収役後、大西洋艦隊に配属されたコーポラルは1946年1月8日に、ニューロンドンを出港し母港のフロリダ州キーウェストに、向かう。キーウェストには2月25日に到着し、その後フロリダ沖、バミューダ、カリブ海で、 対潜水艦戦技術開発や艦隊演習に参加する。1947年2月26日にコネチカット州グロトンに帰還し、広範囲な近代化が行われた。回収後1948年3月2日にキーウェストに戻る。コーポラルはフロリダ沖及びカリブ海で訓練と演習を継続し、 1952年7月16日から10月15日まで、第6艦隊と共に、地中海に展開した。キーウェストに帰還すると、大西洋、カリブ海での大規模艦隊演習に参加する。その後、1957年3月11日から5月16日まで、イギリス諸島を巡航し、キーウェストに戻ると、艦隊ソナー学校の訓練任務に従事した。 1958年から59年にかけて、砲撃訓練を頻繁に行い、1959年8月からは、サウスカロライナ州チャールストンを母校として、東海岸を広範囲に巡航した。1960年12月に、コーポラルは、西ドイツに巡航し、その後地中海で、第6艦隊に合流する。コーポラルは、グッピースリーが行われ、 60年代後半から70年代、初めの冷戦期に様々な作戦活動に従事した。北海から北極圏を定期的に通過し、地中海の巡航、カリブ海での作戦活動及びニューロンドンの潜水学校での水平訓練を定期的に行った。トーポラルは1973年11月21日に退役し、同日除籍された。 相互防衛援助計画のもと、トルコ海軍に移管される。1974年2月12日に、コーポラルは、イキンジイニョニュと改名された。官名は、トルコ革命における、第二次イニョニュの戦いにちなんだもので、その名を持つ艦としては4隻目であった。イキンジイニョニュは1996年9月2日に、トルコ海軍を除籍され、スクラップとして廃棄された。 現在、後部魚雷発射艦を含む船体の一部が、イスタンブールの海軍博物館で展示されている。ありがとうございます。